子の誇り見せるは今ぞ。高評価もお願いします。標高19日、掛川は意外とお気楽ですね。こまっちゃんのお城みたいなので、もうストーカーされる心配ないですね。ちょうそ壁さん、甲の水分やっつけちゃってくださいな。手を貸そう。志果たさずして賞は終えられぬな。よし、武将ガチャ来たー。ガチャ以前に半年経過していますよ。まあまあ普通のあたりですね。半年経過しているんですね。では、そろそろ講和した方がいい感じでしょうね。なるほどなるほど。全部 50% 台ですか。お城あげましょう。あ、秀吉の家から武将が大量に流入したので、どこも武将いっぱいか。当たり障りのない才があげます。なんだよ、まもしろ心やるなら前線あげたのに。ついでに講和していきましょう。森さんは戦っていないので講和ですね。は、真田家とも戦っていないので講和します。は、川尻はどうでしたっけ。確か武将引っこ抜かれた記憶はあるんですけど。戦っていないので講和しておきます。は、なんでこんなところに大谷さんがいたんでしたっけ。忘れました。撤収させます。2万3000でみっちり狙ってきているだと。家康くん到着まで17日、標高あと5日。どうする家康くん、間に合わんですよ。解散するんかーい。この程度でしたか。カリアは武将3人おまけ付き、いいですね。兵糧いっぱい使った甲斐がありました。かたじけない。行きます。では続けて長篠の戦いに向かいます。進むのです。うん、他愛もないものだ。掛川も落ちましたが、おまけはなかったですね。ありがとう。行きます。お山にいいなおまさがいますね。欲しいですね。我らの勝ちよ。勝ち時をあげよ。岩村落ちました。家康くん、ねえ、どんな気持ちなのかな。行くぞ。家康くんはメンタル豆腐なので、もう切腹切腹連呼しているんじゃないですか。皆の者、我に続け。さっき兵集結していましたが、解散していましたし、勝てないよ、切腹したいよって言ってますよ。まさゆきさんよ、見どころあるじゃないですか。不要な戦争は回避ですね。承諾しますよ。使いの者が来たようです。田舎者の顔してるけど、川尻も見どころある。使いの者が来たようです。森さんも見どころあるな。お山は標高68日、ちょっと硬い気もしますね。正幸さん、川尻と戦争ですか。頑張ってください。不参戦ですが応援しますよ。報告いたします。今の進捗状況確認します。拠点52、武将304名。ポイント22ポイント、残り14ポイント。柴田さんと同盟延長の時期です。延長します。婚姻同盟できるんですね。やってみますか。
ダメよ、なっちゃんは、若いし、こんなに強いんですよ。明智家の血縁者の中でエースです。あげません。は。毛利さんも、婚姻できるのね、試します。なっちゃんは、あげません、ダメです。12ヶ月同盟でいいです。逆に姫欲しいんですけどね。もう、同盟は、この3カ国で決まった感じですね。西側は、毛利、長宗我部の夫人を突破できる勢力はないでしょう。突破できるとすると島津ですか？島津は、足が遅いので、時間かかると思いますよ。長篠は強行46日。犬居は包囲26日、早くていいですね。交渉つきました、即交渉なので、行きます。全面開放39ですか、やる気感じれないです。何のための交渉だったんでしょうね。講和解除して欲しかったんじゃないかな。いい加減、本願寺さん、燃費悪すぎるので、半分返します。強行日数も減ってないので大丈夫そうですね。毛利と柴田さん、同盟延長できました。良い感じです。武将ガチャ来ましたね。やっぱり、ガチャは楽しいですよね。外れ。お留守番にいいのでは？お城54個で、武将300人以上いますからね。そこまではお留守番に困ってないですね。特にあげれるお城ないな。浜松あたりにとりあえずしておこう。いつも思うんですが、課金コンテンツシナリオの場合は、武将の顔グラフィックが古いんですよね。このシナリオ作った当時のまま、課金シナリオとして売っている感が半端ないですね。どのシリーズでも使い回しできるプログラミングにしているんでしょうね。課金コンテンツって言っても、どうせ330円なんだし、しょうがなくないですか？三河武士の誇り、見せるは今ぞ。ま、そうですね、330円なので、贅沢はありませんね。どうせ、売れていないでしょうし。犬いかれたので次に向かいます。330円に求めすぎてはダメですよね。ま、そうですね、実際、無限が如くシナリオでやれば、明智と、柴田、秀吉では、選べますからね。このシナリオを買う人は、微妙に選べないお家をやりたい人だけかな。この程度でしたか。こまっちゃん来てますよ。13歳ですけど。13歳の小娘に、ミッチーは、ストーキングされてたのか。おまけに、ミッチーが取った時ではなく、本願寺の長篠で仲間になってますし。ストーカーではなかったってことですよね。手を打ちましょう。ま、ストーカーではなかった可能性が高いですね。出陣しましょう。どうせ、家康くんの命令で何度も当たっている間に、徳川家は勝ち馬でないと悟って、明智家に鞍替えでしょうね。たわいもないものだ。小松ちゃんに続き、この5名も、徳川が勝ち馬でないと悟っての鞍替えですね。まさかの裏切りに続く裏切り、まさに明智光秀といったところですね。小松ちゃんが、まさか、裏切るとは思いませんでしたからね。手を打ちましょう。小松ちゃんが、いるので、忠勝も裏切ってくれないかな。我に続け。それは、虫が良すぎますよ。ですよねー。報告いたします。
取引を行いましょう。